マミヤくんちの五つ子事情、発売まであと4日ね。お話のアピールも後半戦だわ。シーモアの厨房へ来てくれたってことは、今日の担当はタマネちゃんなのね。うん、私はやっぱりお料理が大好きだから、お父さんとお母さんにシーモアの味を教えてもらいながら頑張っていきたいなってそう思うの。タマネ、お前は本当にいい子だな。タマちゃんのお話では美味しいものがたくさん出てきますよね。すごく楽しみです。食べ過ぎちゃってちょっと大変なことになるんだけどね。大変なことって純粋な視線が痛いよ、猫ちゃん。どうしたんだタマネ、急に落ち込んで。いつも可愛い微笑みを浮かべてるタマネはどこに行ったんだ。なんでもないの、リョウ君が優しくって全部解決するから。大丈夫よタマネちゃん、女の子の魅力は総合的なお嫁さん力なんだから。総合的なお嫁さん力？詳しいお話はゲーム本編でね。気になるけど、キリがいいところで今日はおしまいです。明日もお楽しみに。お嫁さん力って